はい、九十二ですね。はい、えー、このおもし私が神なら精神を人生の終わりにする。 ねえー、俺は 1, 1分1秒でも長く生きていきたいです <laughs> さあ。そういうことでやっていきたいと思いますがはいえー、っとおね、えー、っと問題はですねこれセンターの問題でね、えー、防戦が引っ張ってあるのはだからこういうとは大人にも子供にもあまり変わりなく定型的な浄土呼び様すったるがどのような理由からって聞いてます理由からっていうのはね普通はね「とはどういうことか」と違ってちょっと難しくてねあのあのただ言い換えではダメなんです。だけど今回はこの防線の中に こういう歌って指示語がありますよね。で、この指示語をちゃんと言い換えてるものが、もう選択肢に1個しかない。だから、単なる指示語の問題なんだよね。うん。で、えっ、ー、と、ちょっと、まあ、ね、最初のとこ読んでみると、ね、えー、アリスという、ね、皆さん知ってますか?。アリスというね、ね、えー、バンドがいたわけです。あ、谷村新司さんとかね。えー、えー、まあ。いろいろいらっしゃったわけです。<laughs> ちょっとね、本当に、本当ですよ、これ。ジェネレーションが違います。 私はねあのアリスよりも、まあ、あのこの同じこういうねロマンの世界,世界の崩壊という提携が物語かといったら松任谷由実さんですね。えもう俺も違いますよ皆さんと。<laughs> あのユーミンね荒井由美さんじゃないですよ <laughs> だいぶだいぶまたちょっと戻ってますねだから松任谷由実さんねもうあの失恋した時にね聞くわけです。 ねえー、歌いたいとこですが歌うと著作権問題が <laughs> 生じますので、ねえー、歌えませんけれど、ねまあ、簡単に言うと「まあ、失恋してる」ねえー「CD をかける」ま「あ、当時 CD ですね」<laughs>「レコードじゃないですよ」<laughs>「CD をかける」ね「そうすると <laughs> なんであなたと別れてしまったんだろう別れてこなかったのに」っていう曲がかかるわけです。うわ ですね、これがここに書いてある「ロマンの世界の崩壊」という提携が物語化された感じです <laughs> よくわからない <laughs>、あのー、かもしれませんけれど結局ねこの,、まああの「この上感の提携は自己愛斥というものだ」って書いてあるでしょまさに結局、まあ、特に男はどうですか、まあ、今のはちょっとまた違うかもしれませんけど僕らの時代は、まあまあ、男はねなんかこう泣いちゃいけないとか、ね、なんか例えばまあ今みたいに失恋しても、ね、なんかこう なんてですか「あ俺ってなんてかわいそうだ」なんて言ったらね何悲劇のあまあそれは女性ですね悲劇の、ね、女王とかってまあ悲劇の王子様を <laughs> 気取ってるんだまあそんなようなあんまりないですね男はだからまあ普通は男はそういうことで、まあ、後悔してたりとか何で別かれたんだろうとかなんと思わないようにしてるわけですこの思わないようにしてるっていうのがこういうね人間の心っていうのがあったら、まあ、意識と無意識,、まあ、意識無意識の方が大きいねこんなこと考えちゃいけない ね、こんなこと思っちゃいけないこうまだかまってるわけですここにねなんで別れちゃったんだろうあーまあ,あの浮気許しといてよかったなとかねいろいろあるけどその思わないようにしてるこの意識の世界から無意識の世界にこれ抑圧というんですけど抑圧してるんですほんとはね手辺はねるね <laughs> はい抑圧してるだその中でこれううこうぐるっあったらどうですかリきりしないねそれを誰かにあーなんで別れちゃったんだろうね 別れなきゃよかったのに」って言ってもらえるとこの抑圧して自分が忘れていたつまりこの意識の中あの外にありますから意識,意識か、まあ、下ですねにありますから言葉じゃない世界それを誰かが言葉で言うとあとこっち上に上がってきてこのモヤモヤが消えてすっきりしますこういうのをね、えー、この書いてある「カタルシス」。 っていうわけです、精神分析では、ね、だから本当はねロマンの世界の崩壊っていうのはロマンティックっていうのはこの場合はまあ憧れの世界って感じです何でもいいです憧れの世界ね自由でもいい愛でもいい正義でもいい人間っていうのはなんかこう憧れの世界っていうものを持ってるでその世界が崩壊するまあ大体大人になっていくとあ,あ本当の正義なんて存在しないんだなとかっていうのが、まあ、ロマンの世界の崩壊でまあそれっていうのはみんなが感じることだからそれがパターン化された定型化された。 その物語かといった場合には、この後に書いたように、ちょっと、まあ。悪口的な感じで、ここでは書いてあるのかもしれないね。物語というのは、語ったり、語られることによって、生み出されるものですよ。そうすると、みんなが語りたい、語られたいっていうものが、だんだんこう形になってくると。みんなの、例えば、こういうね。誰もが、こういう、なんていうんですか、いろんなもの、抑圧している、例えば、この。なんとらかえそうなんだ、そんなこと、思わないようにしてる。それを、こうね。 抑圧されたものをすっきりさせてくれるまあそういう誰もがそういうことを語りたい語られたいっていう形にだんだんなっていくつまり本来は「ロマンの世界の崩壊」っていうのがテーマだったんだけどそれがパターン化され物語化されていつの間にかこの最後に書いてある自己相席になっていくもう自己相席のパターンになっていくわけだよね。で 例えばってここがポイントなの例えば母親がまだあどけない子供に向かってちょっと待ってさっき遺体一段の頭アリスの青春喪失のモチーフって書いてあったつまりアリスという人たちの歌は青春がなくなったっていう本来ロマン的世界の崩壊ですよね。ところがここ今母親があどけない子供に向かってって関係ないよねこれは単にじゃあ今から自己愛責について語りますよっていうその具体例というよりは 例え話が始まったわけですで結構この例え話長いね。を、うんえー、かわいそうに誰がいじめたのをおいかわいそうにと言われるとね子供はだんだん自分が哀れで愛おしくなり、ね、島に涙を浮かべるこれが小さな神的カタルシスであると。 さっっき言った、ね、カタルシスっていうのはこう本当は子供はみんなどっかで思ってるわけなんて自分でかわいそうなんだと思ってるだけどそれ思わないように思わないようにしてるそれをお母さんがよくから「あんたかわいそうねかわいそうね」って言われたら「あそうだ」って、ね、抑圧されたものがバッと外に出てすっきりする。ねえー、というのがここでいうまあ小さな「心的カタルシス」の一つの例えです。で段落があってだからこういう歌間違いないでね。 こういう歌って、お母さんが子供に向かってかわいそうっていう歌じゃないよ。そうだよね。アリスの青春喪失の本当は、をモチーフにした歌なんですよ。でしょ。だからもうわかるね。このきっかけは、こういう歌って書いてあって、選択肢に、お母さんとか、子供とか。ね。誰がそんな話したんですか。で <laughs>、だから、はい、ちょっと見てください。まあ、二番ね。母親が。おぺけだよね。誰がそんな話してるの?。これはただの例えだね。自己愛席っていうものがどういうものか。 ね、それののただの例えなわけです、ねえー、それから、ね、例えば、えー、っと5番「母親によって」これも例えだよねこんな話してないねだから2番と5番が引っ掛けです。ね、で1番はねもっとちょっとちょっとどうなのこれ「小さな心」。 そいいのも文章に書いてないよこれ文章では「小さな心的カタルシス」っていうのは小さなカタルシスにかかってるわけで子供だからって心が小さいとかそんな話してないよ小さな心的じゃないよ小さな心的カタルシスだから心的カタルシスだけどまあそれもちょっと小さいものですよって話で別に心が小さい話じゃないだからまあ一番はもうそもそもね主食かかってるものが違うからペゲじゃああと残ってるのは3番か4番でも皆さん本当はねこうやってね初期法でらな,なくてもズバリ答えがわかってるよね つまりここは前の段落のお母さんと子供の話はあくまでも例え話でえ何の例えかっていうとこれはロマンの世界の崩壊っていうそのまあ青春喪失が本当はロマンの世界,世界の崩壊を表すはずだったのがそれがだんだん定型化され物語化されるうちに自己相席になったって言ってるわけです。でこの自己相席とはどんなものかっていう例えだったわけだからこ,んこういう歌っていうのはずばり他人によってね あんたこうだね例えば俺だったらまあユーミンの音楽をかけて「なんで別れちゃったの別れなきゃよかったのにねああそうだ」っていうね <laughs> こういうのが他人の承認によって訪れる4番ですよ規制の解除というものをねそんなこと思わないようにしようっていうのが規制ですからそういう規制の解除を前提とした自己排斥俺かわいそう」みたいなねは世代に限定されないどんな世代の人にとってもね起こり得ることです。ね だだから答えは4だ、ね、でちなみに3だけど3はね青春喪失の体験と無関係なロマンティック世界の喪失っていうのは、ね、あの第一段落の言ってることはよくその通りなんです。つまりあのお、まあ、ここの場合はあ確かにロマンティック世界の喪失を基調にしてます、まあ。これは貴重だないなこれロマンティック世界の喪失なんだけど青春の喪失っていうもの自体がポイントじゃないよ。 ねえー、そして今言った「ロマンティック世界の喪失」という提携って書いてあるけど、まあ、ロマンティック世界の喪失が貴重になってるんじゃなくてこのロマンティック世界の喪失というものの一つである青春喪失のモチーフを語ってるんだけどそれが物語化されていく中で自己愛席と呼ぶものになってしまってる。ということですから「あ青春喪失の体験と無関係なロマンティック世界の喪失を貴重とした」というと「ロマンティック世界の喪失が貴重になってるみたいだけどそうじゃないそれが物語化され。 そのことが自己愛責になっっててしまってる例えば自己相席ってどういうことかお母さんが子供にってこういう歌っていうのはっていう話になってるわけですだからこういう歌っていうのはまあ例えば自己相席ですね元はもちろん青春喪失っていうものから来てるロマン的世界の崩壊、ね、のことを言ってたんだけどそれがだんだん定型化され物語化されるうちにつまりまあ物語化っていうのは誰もが語りたい語られたいそれを語ることによって気持ちよくなる。 ね、そういいっったものになっていくそして、なんか本当はもともと「ロマンティック世界の崩壊」なんてテーマだったんだけどいつの間にか単に他人の承認によって自己相席が可能になってカタルシスを感じる気持ちいいっていう話になっているこういう歌は大人にも子供にも関わりなく定型的な浄土を呼び覚ますんだ。いいよね、答えは4番